ゲラルト、起きて、目を開けて。着付け薬はどこだったっけ。死は些細な代償だ。これほど素敵な膝枕ができるなら、しかもすぐ上に隠された膨らみのこれほど近くで。どうかしちゃったの。君を見た瞬間からね。そばにいて頬を撫でてくれると約束してくれ。そうすれば残された永遠の時間を君の形のいいふくらはぎに寄り添って歩く猟犬の姿で生きよう。ゲラルト、何を言ってるの。ゲラルト、俺はブロジミールだ。え、ああごめんごめん、ちょっと待って。取り憑かれるのは大の苦手だ。あれほど抵抗しなければ気絶しなかったはずだ。ゲラルト、どういうことか説明してくれる。すまなかったシャニー、あれは俺の仕業じゃない。じゃあ誰。俺だ。黙れ。何も言ってないわよ。すまない、君に言ったんじゃない。じゃあ誰に。彼に、ブロジミールにだ。ゲラルト、他に誰もいないわよ。可愛い女友達には俺が見えないし、声も聞こえないようだ。チャンスだぜ。基本的なルールを決めておこう。最高に楽しむ以外に何もする必要はない。まさにそれをやろうとしてるんだ。いい加減にしろ。あなたこそ一体どういうことか説明してくれる。おお、激しいな。髪の色に合う気性だ。いいか、俺はブロジミール・フォン・エベレックを楽しませなきゃならない。だが彼は幽霊だ。だから彼に体を貸すしか方法がない。ちょっと待って、取り憑かれてるってこと。今は違う。今は隣に立って遠慮がちに君に笑いかけてる。だが断続的に俺の体に入るだろう。だから俺の言葉や行動は彼の精神や意図によるものだ。ああ、彼じゃなくあなたに話しかけたいときは。そうだな、俺に近寄って少しの間飛び出しているよう頼むんだな。近づいてしばらく離れるよう彼に頼め。わかった。素晴らしい。よし、このジメジメした墓所から出ようじゃないか。近くに素敵な林がある。そこでは世界の他のどこよりもキスが甘く感じるんだ。ブロジミールになったわけね。ゲラルトと見分けるのは難しくなさそうだわ。全く同感だよ。ここだけの話、あのウィッチャーは恐ろしく退屈なやつだ。時々ね。俺たちは気が合うようだな。では一番近くの植え込みに行こうか。悪いけどそれはお断りするわ、幽霊さん。残念だ。それなら一番近い女郎屋に向かってくれ。もっといい考えがあるわ。ゲラルトがあなたを召喚する前に彼を友人の結婚式に招いたの。そいつは面白い。最高じゃないか。レダニア全土でもブロジミール・フォン・エベレックほどの踊り手はいない。お嬢さん、俺といれば他の誰よりも夜を楽しめるぞ。素敵ね。その前に家に寄って着替えるから聖堂で会いましょう。それは嫌な響きだな。なぜ。聖堂は好きじゃないんだ。生きていた時は盗むためにしか入らなかった。そして死んでからは一層嫌悪が激しくなった。式の後で待ち合わせて、祝宴に直接行ってはダメかい。ああ、いいわよ。他に選択肢はなさそうね。素晴らしい。それでは式場となる邸宅で会おう。しかしウィッチャー、ああいう女には夢中にさせられるな。最高の女しか眼中にない。このブロジミール・フォン・エベレックがそう思うんだ。で、正直に教えてくれ、
彼女は恋人なのか？もしそうなら手は出さないと誓おう。しかし違うならちょうどいい星草置き場が。友人以上だったと言っておこう。昔の話だ。隠そうとしても合いびきの匂いがしたぞ。男については詳しいんだ。彼女を満足させたかったんだがな。だが紳士は他人の庭で下がったりはしないもんだ。さてウィッチャー、そろそろ式の時間か。そうだな。行ってくれ。すぐ後をついていく。いい、一つ見せてくれ。何だって？ウィッチャーのインダー、使ったことがない。面白そうだ。時間を無駄にしたくない。真夜中までは俺が何をしたいかが重要なの。素晴らしい馬だ。姿勢はいいし、力強い尻に安定した馬。なるほど。馬に詳しいんだな。そうだと思う。人生で最も愛する二つ、それは馬と乙女たちだ。馬が怯えてる。ローチは幽霊が苦手のようだな。あの製粉所は覚えてる。オルディエルドと悪さをするときはいつもあそこに隠れ。彼女はまだのようだ。待たなければ。ロマンティックだな。黙れ。見ろよ、醜い女をめぐって争うのがバカらしくなるな。たまらないぜ。確かに綺麗だな。行くぞ。おいおい、慌てるな。行くつもりか、その格好で。悪いか。彼女の服装を見たか？臭いチュニックを着て、あの宝石の横をうろつくのはごめんだぞ。礼服以外の服装で結婚式に出るやつがいるかよ。たまたま手元にないんだ。何を言っている。あれならどうだ。まあいいだろう。よし来た、その息だ。ああ、これなら申し分ない。オーダーメイドみたいにぴったりだ。次は靴だな。結婚式にはいい靴は欠かせない。あとはこれだ。君以上に美しい女性がいたら蝶を抜かれて引き裂かれてもいい。もう引き裂く体がないんじゃない。小鹿のような瞳、白鳥のような首、そして片手でつかめるほど細い腰。あなた結構面白いわね。その通り。ゲラルトは恐ろしく退屈な男だった。だが今日全てが変わる。かなり劇的にね。彼はあまりおしゃべりじゃないから。あいつは愚かだった。しかしこれから全部埋め合わせよう。
結婚してくれるか。大きく出たわね。でも考えさせて。今は友達の結婚式を楽しみましょう。少しだけゲラルトと話をしてもいい？どうして、あいつじゃなく俺の喜びが重要なはずだろ。一瞬だけよ。またすぐに戻っていいから。手短にな。ここに突っ立って真夜中を待つのはごめんだ。ゲラルト、これから新婚夫婦に紹介するわ。私に恥をかかせないようにしてね。彼の行動は制御できない。あんなたわごとを言わされるとはな。いくつかは楽しかったわ。例えばどれだ。もっと気を抜くべきよ、たまにはね。気を抜く？俺を堅苦しいと思うのか。私が言いたいのは、たまにはくつろいで人生を楽しんだらいいんじゃないかってことよ。みんなの問題を解決して回るんじゃなく。だがそれの何が。ああ、理解できん。お前は一年放置したパンみたいにガチガチだ。だが喜べ、俺がついている。後で話そう。とりあえず結婚式に行くぞ。幽霊を楽しませてさっさと終わらせよう。やっと退屈極まりないこと以外を言ったな。よし、夜明けまで踊るとしよう。真夜中までだ。一瞬も伸ばせない。足りないな。真夜中までじゃ酔っ払うこともできない。まして全力を尽くせ。きっとできる。お前が真夜中まで楽しむという契約だ。それから帽子の儀式があり、お前は墓所に戻る。まあいいさ。こちらへお嬢さん。いやあ、世界よ、戻ったぞ。驚いたな。立派な結婚式だ。山盛りのテーブル、大勢の飲み仲間、そして粒ぞろいの美女たち。しかし誰も君にはかなわない。シャーニー、犬に気をつけろ。あの犬小屋には馬くらいでかいやつが飼われてる。お気遣いありがとう。でも犬小屋は空っぽよ。あんな人食い動物を野放しに。結婚式の招待客は知ってるんだろうな。こりゃパーティーが盛り上がりそうだな。なんて素敵な七かまど。小さい頃あの花でネックレスを作ったものよ。俺が若い頃はオルゲールドと一緒にあの実から美味しい酒を作ったものだ。これから新婚夫婦に紹介するわ。行儀よくしてね。お嬢さん、君のためなら何でもしよう。さあ、ご挨拶しましょう。君のそばを一歩も離れないように。どうか幸せな新生活になりますように。ありがとう。私たちの番ね。あなた方に祝福が降り注ぎますように。幸福で二人の間の調和と愛が永久に続きますように。ありがとう。心から感謝します。さあ行って、祝宴を楽しんで。私たちよ。こちらが親友のアルドナ、そしてご主人のジョナスよ。光栄の至りだ。お二人の人生を太陽が明るく照らさんことを。俺はブロ。それとこちらは私の旧友、リビアのゲラルトよ。そう、それが俺、ゲラルトだ。ウィッチャーのおもてなしに心から感謝する。結婚式は大好きだ。特に花嫁があまりにいい匂いなのでつい。その通り。さあみんな大いに楽しみましょう。教えてくれアルドナ、シャニとはどういう知り合いだ。オクセンフルトで医学を学んでいた時に会ったの。楽しい日々だったわ。悲しいことに私の場合はすぐに終わったわ。お金がなくて初年度の後に家に戻るしかなかった。
勉学を続けるのに遅すぎることはない。今ならご主人がお金を出してくれる。きっと卒業まで支援してくれるさ。どうだろう、そういう話はまだしてなくて。ジョナス、アルドナを単なる寝室での娯楽と思ってないだろうな。学校に通わせてやるんだろ。それは二人の問題だ。あなたが口を出す必要はない。ただ頼んでいるだけだ。奥さんを妹のように愛しているから義理の兄として頼みたい。支援してくれるか。その件は必ず話し合おう。偉いぞ、見た瞬間からいいやつだと分かってたんだ。お嬢さん、あなたは類まれな美女だ。お上手ね。男性はよりどりみどりだったでしょう。何を言いたいんです。彼女が君を選ぶ理由が知りたいんだよ、ジョナス。妻の選択に疑問があるとでも。いや、ただ純粋な好奇心から聞いているんだよ。では好奇心を抑えてくれ。さもないと僕の選択について細かく説明するぞ。喜んでな。なぜそうカリカリしている。奥様が美女だと言っただけなのに、お礼の代わりに脅しで答えるとは。少しは礼儀をわきまえたまえ。ゲラルト、もうよして。彼女は恋に落ちた、それだけよ。ジョナス、友達に侮辱する気はなかったの、ごめんなさい。花嫁にアルドナを選ぶとはね。相当持参金が多かったのか。はっきり言うが、ウィッチャー、僕の選択は金とは無関係だ。ジョナスの家族はうちよりずっと裕福よ。織物工房を持ってるの。母の同意を得るのにかなりの説得を要したんだ。僕らのいわゆる身分違いの結婚に。それは初めて聞いたわ。財産は僕にも家族にも重要じゃないって言ったじゃない。その通りよ、私もそう聞いたわ。通常は気にならないって。それも愛が花開く時だけ。しかしいずれわかる。5年もすれば素性こそ他の何よりも気になってくる。気に入らないな。どこの出身かは知らないが、この辺りでは結婚式で新婚夫婦を侮辱するのは無礼なことだ。何が侮辱なんだ。警告しただけだ。人生について多少は知っているのでね。ゲラルトの冗談よ。ユーモアのセンスが変わってるの。とても変わってるな。おしゃべりは十分、時間がないんだ。そんなにお忙しいんですか。俺が酒を味わったりご婦人たちと踊ったりするのが待てないだけだ。ジョナスと私は綺麗な女性をたくさん招いたの。きっと誰かが目に留まるわ。間違いない。あなたなら女性にモテそうですね。もちろんそれもいい。しかしそっちにばかり構ってもいられん。さあ一杯飲もう。